はい始まりました気になるマネーセンス日々のちょっと気になるニュースや話題疑問について投資家目線でお話していく動画ですナビータの小林ですはいマネーセンスカレッジの浅田修司ですはい今日のテーマはお金の流れを全自動化してスマートに生きる方法ということでお話ししていきたいと思いますはい、はい、今回の動画は一切投資の話はしません <laughs> そうですねはいじゃあなんでこの動画作ってるかっていうことなんですけど、はいまあ、未だに銀行の ATM とか、うん 資金移動で時間とか労力を使ってる人がいる。なんならお金も。うん、もったいない。もったいないですね。うん。うん、皆さんのそれね、毎月の30分1時間ぐらい。はい、またそれをしなきゃならないっていうタスクがね、頭の中に残っているそのこと自体がね、うんうん、非常にもったいないし、うん、毎月その時間が空くので。そうですね。はい。うん、未だにいるんですよ。ATM ずらっと並んでる人。ほうん。 余計なお騒がかもしれないけど、うん、金融の自動化してる人から見ると、うん、あの、すごいもったいないなっていうふうに思うよね。僕自身多分、そういう方、並んでる方たちって僕らのチャンネル見てないと思うんですよ。見てないでしょうね。まあ、そもそも僕らのチャンネルそんなでかいチャンネルじゃないし。はい、だけど、見ている方はいらっしゃるよね。まあ、今見てくれてる方ですね。で、その方のお友達でたまたまそういうのを見かけちゃったっていう人もいると思うんですよ。 僕らのこういう動画を推奨して、あ、これ見とけばっていうふうに言っても、僕ら投資がんが行けとか言って、全世界投資しろとかって言っている人たちだから、なんか、すごくこう、紹介しづらいとかってあると思うんですよ、ね。あん、まあ、されるかなって思って,てです、ねはい、なので、僕らは、それをしなくても、いわゆる投資しなかったとしても、うん、今日話しした内容をやってくれれば、投資してない人でも、基本的に、 この考え方全部使えます。逆に言うと、投資してない人でもみんな恩恵があるっていうことですね。はい、ものすごい楽になるので、うん、今日ね、ちょっとそのお話をしたいと思う。銀行 ATM に並んだり、お金を引き出したりとか。 まあお金を送金するときに、わざわざ ATM に並んだり、またその銀行の窓口に行ったりとか、もう最たる問題ね。<うん S 1> で、そういうことをしなくても、もう自動化しておくだけでいいんじゃないっていうことですね。で、ほとんどの送金とか入出金に関しては、もうほとんど同じことのルーティーンでしょ なのでで、うん、もううそれやっっちゃおうよってことですね僕らが推奨してるのは投資をするんだったら SBI 証券っていうふうに言っているんだけども SBI 証券は今回お話ししないで SBI 証券と連携できる住新 SBI ネット銀行っていうのがあるんですね。うん、でこれは 普通に投資をでなんでかっていうと楽天銀行をどんどん開約されていって、えー、またその他のね、えー、銀行まあ例えばあ自分銀行だったりとか他の地方銀行とかってあるんだけど、はい、まあそういうようなところよりももう断然有利な銀行なんだよね。 ネット銀行っていうふうに呼ばれるものですけど窓口に行かなくてもそたら皆さんほとんど使っていて ATM 使っていますよねうんそれと同じ銀行ですはいただ店舗を持ってないだけでその分だけ省力化できてでかつまあインターネットに神話があるのでまあインターネット上でできるようなことっていうのをもう革新的にサービスでて入れていくとでそれができやすいようにいろんな手数料が一定数まで無料になるというような政策をしているものね ATM 利用料料が何回無料とか当て振り込み、まあ、ン SBI ネット銀行だと口座開設をしてスマートフォンをお持ちの方で指紋認証や顔認証ができる、うんえー、そういうスマートフォンねお持ちの方でスマート認証っていうのがねできるんですけどそのアプリを入れていただければ、まあ、それでねいろんな残高とかをもう見ることができるんですが、まあ、それを入れるだけで ATM 利用料が月5回まで まで無料多項宛ての振り込み手数料が月5回まで無料という,ふうになっています、うん、なので、まあ、5回あればね、まあ、結構な数使えるので、うん、まあ多分ここまで無料回数があるっていうところはそうそうないんじゃないかなというふうに思うので使い勝手いいんじゃないかなというふうに思います。はい で僕らが作った図があるのでこちらの方を見ていただきたいんですけど住ン、えー、SBI ネット銀行というかねこの水色の部分になるんですけど、まあ、ここにね、えー、と代表口座っていうね、まあ、預金口座ですね、うんはい、がありますとでそれ以外に目的べき口座これすごく使いやすいんですよねっていうのとまた SBI ハイブリッド預金口座っていうのがありますまあ投資しない人にとってはこの SBI ハイブリッド預金ってあんまり使わないかもしれないですけどあの目的べき口座の一つだと思ってもらったらいいですかね はいはい、こんなまあ,あの形になってるんですよ、まあ、あの普通預金しか使ったことがないっていう方がいるかもしれないけど、まあ、目的別口座っていうのは積立口座みたいなもんですね積立口座のちょっと高度版っていうかまあ高度なことできますよと、うん、ないくらまで貯めるとかですね、まあ、そういったあの進捗が出たりとか、まあ、そういうようなこともできるので、まあ、こちらの方は使い勝手がいいのかなと、うん、あの積立口座簡単な積立預金っていうよりかはこちらの方が使い勝手がいいのかなと。 でいわゆる簡単に今投資をしない方を想定すると通常どっかにまあ働いていて給与が入ってきますよねでその入ってくる給与が例えば会社指定があるとするじゃないですかありますねあもしくはいやちょっとネット銀行は分かるんだけど、うん、やっぱり都市銀とか、うん まあ自分の地場の銀行はそこは持っておきたいっていうかうん、うん、まあちょっとそこは不安だっていう人もいらっしゃると思うんですよ、うん、なのでそこは残しながらすみ、えー、し SBI ネット銀行を使うとどんだけ得になるのかっていうところをお話ししたいと思うんですね、うん、今この図の中で言うところの下の会社の例になるんですけど、うん、会社があって給与があってで他行の口座に給与が振り込まれますね、はい、でここまで多分皆さん一緒だと思うんです、うん、でその他行口座 の ATM から引き出そうとしてるのね。うん、で、ずらっと並ぶんですよ。うんうん、他行の講座の、ま、いろいろポイントプログラムとかそういうのあるとは思うんですけど、まあ、それもそんな数が多くなかったりとか、まあ、インターネットバンキングが使い勝手悪かったりとか、まあ、あの、スマートフォンでも、まあ、最近スマートフォンで連携してないことないと思いますけど、スマートフォンとかでももうやり方が難しかったりとか、えっ、ー、と、自動的に振り込んでくれるとかっていうサービスをやってなかったりとか、積み立て投資がそもそもできないとか、あの、そういったものがあります。 でそここから一回離れましょうってことですね、うん、多分給与口座からあカードの引き落としとかそういうことをやってるかもしれないので、うん、まずはそれを動かすことなく生活費として使わないお金をとりあえずこの代表口座に持っていきましょうってことですね。はいはい、でこの持っていくのを振り込まなきゃいけないじゃんっていうふうになるんだけど、うん、それいらないです。うん、はい で、これね、あの、定額自動入金サービスっていうのがあります。これ、無料で使うことができます。あの、どういうことをしてくれるかというと、他校の口座があって、その口座から一定額を毎月引き出してくれるってことですね。うん、あの、振り込みじゃなくて、墨市 SBI がこう自動的に引き出してくれる。まあ、引き落としサービスみたいなもんですよ。はい。まあ、それを銀行がやってくれるってことですね。うん、はい。まあ、これ、便利ですよね。はい、はい。毎月毎月振り込まなくていい。うん,うん。はい。 まあ、ちょっとタイムラグはあるんですけど、まあそんな言うて気になるタイムラグではないので、うん、まああのその設定をしてもらえれば、毎月毎月一定金額がスミシに sv ネット銀行に行きます。ということですね。はい、はい、その後ですね。多分、皆さんの中ではまあ、生活費の中で積み立てをしていることってあると思うんですよね。うん、えっと、僕らはまあマネーアクションというところで、家計の管理の仕方っていうことをお話ししてるんだけども、もまあ、その中でね。1年間の中で使うものって。 まあ、毎月毎月のところから、まあ、12分割して積み立てましょうっていうふうにお話ししてるのね。うん、で、そうすると1年後にはお金が貯まってるでしょっていうこと。で、えー、これはファイナンシャルプランとかファイナンシャルプランニングっていう考え方に沿っているんだよね。 で、これ何でかっていうと、ファイナンシャルプランニングの目的は、必要な時に必要なお金を用意すること。ただそれだけです。はい。必要な時に必要なお金を用意する。で、それさえできていれば、ファイナンシャルプランニングっていうのは OK なんですよ。うん、なので、1年間で使うお金が何月何日に使うっていうことであれば、もうその時にお金が溜まっているのであれば OK だよね。 じゃあ、その積み立てをしていって、毎月毎月で積み立てをして、で、その請求が来たから、ああ、忘れてた、まあ今月厳しいわっていうような考え方をしないでもいいってことになるんですよ。 でそれをするのに、えー、最適なのがこの目的別口座例えば車の費用とかあ家電の買い替え費用とか、まあ、生活防衛資金もそうですね、はい、あの旅行の積立金とか、うん、車だったらね、まあ、例えば自動車税とかさそういうのあるじゃないですか、えー、そのためにもう12で割った金額を積み立してしとくんですね、うんはい、でこれを積み立てするのも自動でやってくれます、うん、でこれは定額自動振り替えっていうやつですねはい、はいまあ、あの銀行の用語ちょっとわからないっていう方もいらっしゃるんですけど振り替え 変えっていうののは同じ銀行内の中で口ば、ね<ー>はい、振り込みっていうのは同じ銀行内じゃなくて他行宛てですねまた他支店宛てになる場合が振り込みって使われますこの場合だと住、まあ、み心 SBA ネット銀行の中にある皆さんは代表口座っていうのを持ってるけどその中の子どもの口座ね<ー>、うん、それがまあ目的別口座になります。はい 一応、念のためお話ししとくけど、あの投資をしない方にとっては SBI ハイブリッド預金っていうのはいらないんですが、SBI、うん、証券の顔座解説が必要になりますが、まあ、こちらを解説しておくと、金利は幾分有利になっています。で、ここに入れといたお金は SBI 証券と連動しているので、SBI 証券で購入する際に、ここの残高があれば自動的に引き出して購入してくれます。うん、まあここは連動しているということですね。はいまあ、そういうようなサービスもやってますよということです。 で、えー、もう一つはですね、皆さんの中で、その、積み立てをする以外に、家賃の振り込みとかね、うん、あるかもしれないですね、はいえー。家賃だったら振り込み、まあ、引き落としっていうところも結構最近増えてるけど、まあ、未だにまだ振り込みをしなきゃいけないとかってあったりしますよね。それとか、お子さんをお持ちの方の場合、ちょっと習い事の月謝とか、うん、まあ、それを振り込んでくださいっていうふうに言われる方結構あると思うんですよ。うん、で、そういったものって定額よね。 で毎月のことじゃないそんなもん自動にしておこうよなので、えー、定額自動振り込っていうのがありますあ、ねはい、これもすごい便利です、うんはい、でしかも先ほど言った口座開設をして、えー、スマホのアプリを登録さえしてくれればもう月5回まで他行当て振込手数料無料なので、うん、まあ5回までで多分足りると思うよね 五、まあ、件って考えてもいいですよね。そうですね。五件まで、はい、まあ、できるから。うんうん、家賃と、まあ、子供の、その月謝、二つ、うんうん、で、上の子の仕送りみたいな。あ,<ー>あったって、まあ、多分足りると思うんですよ。ランキングを上げるのはね、ちょっとハードルは上がりますけど、十回とかは、まあ、普通にいけると思うので。でね、まあ、あの、そういうふうな、あの、資金需要がある方は、まあ、十回を、もう、目指してもいいと思うんですけど。もう、口座開設して、スマホ登録するだけで、五回までは無料なので、はい、まあ、多くの方。 それだけでで十分ななのかというふううふに思うんですねこの3つのサービスそれぞれねちょっと詳しくお話をしていきますえまず他行まゆ、あ、に給与が振り込まれたところから住信 SBI ネット銀行にお金を引き出してくれるサービスねがありますとでこれは手数料無料です金額は1万円以上1,000円単位からできます、はいえー、毎月5日もしくは27日に引き落として原則引き落とし日の 四営業日後に代表口座に、入金されます。はい。通常は午前中に入金されます。うんうん、はい。なるほど。 登録件数は5件まで登録できるので、うんうん、バラバラになっている場合、まあバラバラになっている銀行から集約するっていうこともできますよね。いろんなところから引っ張ってくれる、ね、はい、そうですね。はい,はい。これいいよね。1>, ね1万円以上1000円単位だから結構細かな設定でもできるんで、うん、まあよろしいのかなと思います。まあ無料でやってくれるしね。うんうん、はい。だから、例えば、給与を振り込まれる銀行口座っていうのが、まあ例えば会社から指定されていて、で、まあその預金の銀行と、 視点がもう選べないというような中小企業の方も多いと思うんですよ。うん、まあ、コインにしている銀行があるから。ね、で、まあ、そこで入金されても、まあ、そこ、ポイントサービスとかあんま充実してないとかってあって、まあ、振り込みに手数料がかかっちゃったりすることがあると思うんですね。もう、そんなことがあるんだったら、思わずとりあえずこっちに全部入金してしまえというってことですね。うん、はい。はい でまあ、要はその生活口座から引き出してしまうことによって、まあ、その自分のすぐに引き出せるお金っていうのがなくなって自動に積み立たっていくまた自動に支払われていくっていうことになるから、まあ、すごく便利だよね自分が管理しやすいようにしたらいいと思うんですけども、まあ、これすごく便利なのでやっていただいたらいいかなっていうふうに思うんですよね。っていうことになりますけどこれは積み立て 貯金がで積み立て貯金ができるサービスだっていうふうに思ってもらったらいいんですね。はい、えっとこれは代表口座から目的別口座に自動振り替え、まあ、SBI 証券を開設されてる方は SBI ハイブリッド預金っていうのももう一つ増えて、えー、最大でこれ目的別口座は10個まで持てるので、うん、まあ最大11個まで、えー、自動振り替えが可能になるということですね。 まあ手数料としては無料ですと、うん、で一円からできます細かいですねこれ細かくできるからいいよね,いねはい、はい、例えばまあ自動車税とかまたなんかの支払いっていうのが一年間であった時き十二で割ったら一、えー、万円だったら八百三十三円とかなっちゃうので一円 できるのいいよねまあちょっと多めにっていうことであれば、まあ、900円とかにすればいいんだろうけど、うん、まあ,あの1円単位でできるのはいいよねっていうことですね。うん、でタイミングは毎毎毎日か毎週か毎月か週月選べますだからなんかまあ自分自身で毎日貯金してみようかなとか、うんまあ、僕らのちょっと無料講座でねえ子供の永久貯金っていうようなセミナーがあるので、まあ、そちらの方毎日ね150円。 のっていうようなあ<ー>まあ、お話もあるから、はい、まあそういうようなものをしたいということであれば、その毎日のタイミングもできますよね。うん、っていうこともあります。はい、で、登録件数は最大で10件までです。うん、なのでハイブリッド預金。 に、えー、自動振替りりをしようとするとまあ、11件になるので、うんうん、ちょっとそこがね1件足りないんですけど、うん、まあ10件あればまあ普通の家庭は大丈夫かな、うんねうん？多分大丈夫だと思います。はい。なので11個15個必要だっていうことはちょっと何個かね。まとめて、これとこれの費用が入ってるっていう風にしていただけるといいのかなという風には思いますね。1個にまとめちゃうっていうことですね。はい。 でえー、とあともう一つの条件としては、まあ、一つの目的ペース口座や、まあ、ハイブリッド預金口座に対して最大5件までこの定額自動振り替えサービスが使えるよっていうことですねあんまりそういうこといないと思うんだけどねこれどういうことですかねえっとまあまあ多分そういうことはあんまないと思う1対1だと思いますね あの、ちょっとここは使用上できないことなんですけど。うん、目的別口座か、ハイブリッド預金から代表口座の振り替えっていうのは対応してないです。逆ってことですね。はい。<あ>で、もしくは、その目的別口座から目的別口座に振り返るっていうことはできないってことですね。はい、あくまで代表口座と目的別口座の一対一の関係であって。うんうん、で、代表口座から目的。 別講座には持っていけるけど目的別口座から代表口座には持ってこれない自動では持ってこれない,ういうとかただスマホと本であれば一発もう何タップかでスッてと持ってこれるのでえ、うん、しかもリアルタイムですからあんまり不都合はないかなというふうには思います、うんうん、はいはい、はい で、えー、最後の3つ目ですけど、定額自動振込サービス。うん、はい。これはまあ、言ったら、月謝の支払いとか、家賃の支払いとか、そういうようなものに使うものですね。うん、はい。えー、指定の振込先に毎月、もしくは毎週繰り返し振込をする場合に使えますよ、ということで。うん、まず、手数料ですけど、住信 SBI ネット銀行。 もしくは、三井住友信託銀行の口座手であれば無料になります。うん、で、さらに言うと、この住信 SBI ネット銀行って、うん、まあネオバンクっていうのを始めていて、はい、いろんな会社と提携をし始めてるのね。うんうん、まあ、山田電機と提携したりとか、あまあ、そういうようなところがあるんですけど、ちょっと今回はあの省きますが、まあ、そういうようなところに対しても無料になるので、今後無料の口座は増えていくと思います。はいえー、手数料。 多、まあ、当てについてお話をすると、まあ、ランクに応じた回数までは無料ですよということで、うんまあ、それ以上に関しては円1回かかります<ー>税込みですこれは。で円も安いんだよね安いですねえこれね3万円以上3万円未満っていうような形で多項、うん、のところではね、うん、設定されていることがあるんだけど、うん、あの3万円以上でも175円です。 そうなんですね。で、僕、多分、まあ、全部調べたわけじゃないけど。うん、使い勝手も含めて言うと、うん、もうここでいいんじゃねっていうか。ああ、はいはいはい。振り込みをするんだったら、もう住信 S. B. I. ネット銀行から振り込んでればいいと思う。うんうん。うん それぐらい、まあ、お得になるかな。利便性が高い。そうですね。うんはい、で、まあランクっていうのは先ほどもから繰り返しになりますけど、まあ、講座解説をしてスマホと連携をちゃんと登録すれば、それだけでえ月5回までは無料になります、はいはい。で、タイミングっていうのは毎月特定日、まあ、いわゆる1日から31日の間のどれかで選択できるし、毎週の特定曜日。 うんも選択できます。で、ただ多行宛の場合土日は当然できないので、でね、はい。うんうん、えっとこれね住み心安 SBI ネット銀行同士だったら土日でも振り替えできます。うん、ああそうなんですね。はい はいはいはい。なのでまあ結構ねここら辺はいいなと思うんですけどもね。うん、時内であるとかなり簡単に動かせるということですね。すねはい。でこれね法人経営者の方とかねまあいったら中小企業とか僕みたいに小さい会社経営してる方もお勧めしたいんだけどこれね給与振込は対応してないんだけど法人口座から個人口座の同じ住み心 SBI ネット銀行に送ってもこれ無料なんよ。<ー>だからうちはまさしくこれお勧めしてる皆さんにもお勧めしてるので従業員にもこ これをお勧めするとして、うん、もう全員に作らせて、うん、え、そこに給与口座として指定してるんですけど。ど法人から送る給与振込の振込手数料も無料なで。ああ、そういうことですね。法人の無料ってなかなかないよね。ああ、はい、はい、はい。俺ジャパンネット銀行が一番安かったんだけど、今まで。うんうん、え、それが無料になったので、うん、こっちの方が安くなったんですよね。うん,うん、う,んうん。うん これも結構ね地味にいい数百円の話だけど結構でかいからね毎月だからそうですねはいでここまで自動化をしてしまうとおそらく銀行周りのルーティンになっている その資金移動っていうのはもう全部できると思うよね。うん、ああ、まあそうでしょうね。目的別にできるから、振り込みも全部してくれるから、<う>まあほっとけばまあ全部完成するよねと。そう。だからこそ全自動だよねと。そう。うん、でそうするとおそらく投資をしなくても、うん、毎月のそのなんか ATM とか並んでる時間、うん、あこれ振り込まなきゃって思う時間がなくていいから、はいはい、例えばお子さんの育児ですごい大変だっていう人もこれだけ設定してしまえばあとスマホで、うん 全部できるしで結構このス住石 SBI ネット銀行のスマホアプリって使いやすいんよ使いやすいですねはいで何な,なら ATM ないんじゃない困るよなーとかお金引き出したいのにとかってなると思うんですけどあのコンビニの ATM で全部引き出せますんで、うん、つまり全てのコンビニが僕たちの ATM であるとそういうことそういうことはいはいでしかもそれが月5回までは無料なのでうん 例えば僕はまあ引き出す時はセブンイレブンをよく使うんですけどセブンイレブンの ATM のところありますよね、うん、まあど,どこの店舗でもあると思うんですけど、はい、えそこに行きますとで行った途端にあキャッシュカード忘れたっていう時もあるんですよそうですねそれでもスマホだけで引き出せます、うん、そうですね、うん、10万円までだったかな、うんうん、確かそうだったと思うんですけど10万円までだったらスマホだけで引き出せます、うん、手数料無料ですあのもちろんねあの5回まで無料になりますうん、うん、だからまあ結構使い勝手いいんじゃないかなと、うん もちろんのも減るしシキャッシュカード忘れたってのは、まあ意外とあるあるですからね。まあ、いらいあるあるね。はい。なので、スマートフォンは忘れないと思うので、うん、あの結構そういうな使い勝手がいいと思います。うん、で、僕結構こういう時間って、本当に細かい時間かもしれないけど、そういう時間がなくなると、自分自身の好きな時間に費やせるんだよね。うん、まあ、例えばスマホゲームが好きになったとしようよ。うん、スマホゲームやってたとして、 あ、振り込み忘れた。あ、もう時間過ぎた。みたいな、そんなことにならなくて済むので、うん、自分の好きなことに集中してほしいなと、自分の幸せに集中してほしいなと思うので、こういう自動化あ、皆さんできると思います。で、投資をしなくても、貯蓄から始めていきたいっていう方でも、えー、十分できると思うので、まあ参考にしてみてください。で、えー、もし投資をされてる方が、投資をしてない人になんかこんな自動化した方がいいんじゃないっていうふうに、 いうとに、まあぜひこの動画をあのご紹介いただければなというふうに思います。うん、まそれをきっかけにしてですね、どんどんお金のマネ、まね、センスを磨いていくっていうのうことで、まあ、他の動画も見ていただければなというふうに思うので、うん、はい、はい、まあ,あの参考にしてみてください。はい、まあ、以上ですかね。はい、はい、じゃ何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。<music>